速報です。1日未明、ギリシャ中部で列車同士が衝突し、少なくとも26人が死亡しました。数十人が負傷しています。ロイター通信などによりますと、1日未明、ギリシャ中部のラリッサで旅客列車と貨物列車が衝突しました。複数の車両が脱線し、少なくとも3両が炎上しました。旅客列車にはおよそ350人の乗客がいました。地元当局によりますと、これまでに少なくとも26人が死亡し、数十人が負傷しています。事故の詳しい原因は分かっていません。事故現場には数十台の救急車が到着し、車内に閉じ込められた人たちの救出作業が続けられています。日本の外務省によりますと、今のところ日本人の被害の報告は受けていないということです。